皆さんこんにちは、エボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回、新しいドラムセットというか新しいタムタムが入りました。こちらでございます。この3つです。この3つ、今年の頭に、パールガキさんの方に、特注で注文してたものなんですけども、やっと全部揃いました。どんなやつかちょっと説明したいと思います。もうほとんど変態です。実は今回これを注文したお店がですね、池部楽器さんの秋葉原店、私がまあいつもお世話になってる楽器店なんですけど、そこの担当の方と、本当にいいんですかとこういう仕様で本当にいいですねっていう念をされて、今回注文したんですけど、なぜ念をされたかというと、まず最初にちょっとご紹介したいと思います。まあこういうやつです。さあそれではですね、まあ前から見るとこんな感じです。最近ヘッドですね、エヴァンスのハイドロリックにしました。もう全部張り替え、バスドラはちょっとこっちのヘッドの方が音がいいので、いや実はこれもですね、取り寄せました、ハイドロリックに。でもこのヘッドの方が低音がすごいですね。スネアドラムについてはもう昔からこれです、レモの CS コーテッド。これ裏からちょっと見てみます。こんな感じなんですね。で一番端っこのやつはですね、口径が8インチの深さがなんと10インチもあるという超特注です。で これが10インチの深さが10のシングルヘッドタム、これが12の12ですね。でこっちはもう普通に13の13になってる。マスターワークス、これがまあ特注で作ってもらったヘッドなんですけど、ちょっと別の写真でいきます。このシェルのですね、厚みが厚いです。これはパールさんにお願いしてですね、12プライという厚いやつで、材質はメイプルです。でお分かりいただけると思いますけど、座面側と裏側と両方あるのが普通なんです。今回注文したものについては座面しかありません。全部そうです。何がいいかというと抜けが非常に良いです。はい、ということで、かなりの変態タムタムということです。まあシングルヘッドタムまあ今は正直こういうレイアウトのドラマーさんっていないです。なぜかというと今はもうほとんどシンプルなんですよね。しかもこのタムタムの角度がほぼフラット水平です。私みたいにこんなに角度つけてるというのはまあほぼいないですね。XJAPAN の YOSHIKI さんとか、まあそういう感じです。なぜかというとこれは1980年代に流行ったレイアウトです。で私YouTube の方で3名ぐらいの方からちょっと質問を受けたので今回この動画を作ってみたんですけど、このレイアウトかなり特殊な、まあ特殊だと思います。でこれはですね、バウアーの新見俊弘さん とラウドネスの樋口宗隆さんのレイアウトがほぼこういう感じです。お二方は実はここにもう一つ6インチのタムタムが入るんですけど、私はまあまあ、実は前6インチ持ってはいたんです。持ってはいたんですけど、まあちょっと使わないなというか、正直まあ使わないです。なのでもうこの8まででいいかなと、こういうレイアウトなんですけども、バウアーの新見さんにはかなり影響を受けたというか、実は1986年か7年ぐらいに千葉県文化会館というところでそのバウアウのライブと6組ぐらいいたのかな、アマチュアバンドがですね、まあ、全国から集まったアマチュアバンドがその、まあ、前座というかまずやって、その後バウアウのステージをやるというもう夢のようなイベントがあったんです。確かバッ
ップレコードか何かが被災したのかな、まあもう40年ぐらい前の話なのでちょっと忘れちゃいましたけど、ただその時にですね、私がまあ当時組んでたそのアマチュアバンド、アマチュアバンドのメンバーとその楽屋に行ってたんです。そしたらたまたまですね、山本恭嗣さんがもう前から向かってきて、もう山本恭嗣さんって言ったらもうバンドやってる人たちなら誰もが知ってると思います。もう神がかった人なんですけど、まあその当時もすごい もちろんすごいオーラがあったんですけど、でその恭嗣さんが来て、私も開口一番、他のメンバーも山本恭嗣だっていう感じでもう大騒ぎしてたんですけど、私恭嗣さんに本当失礼なんですけど、新見さんってどこにいらっしゃいますかって聞いたんです。で他のメンバーはその恭嗣さんと写真を撮ってたんです。そして恭嗣さんは楽屋にいるからちょっと行ったらっていう感じで案内してくれたんです、恭嗣さんが。でもう私はもう今考えると、なんでもう山本恭嗣と写真を撮らなかったんだろうって、もうそれだけが後悔なんですけど、でその後に楽屋に行ったらその新見さんがいらっしゃったんですね。でまあちょっといろいろ、もう私もその当時そのビート・オブ・メタル・モーションというアルバムが発売されたばっかりだったんですけど、でわーっと思って、結構身長低めでもうスラッとして、そしたらその新見さんが今からサウンドチェックやるのでちょっと一緒に来るって、と思って、もう信じられない話ですよね。もうプロドラマーのその当時もうラウネスとバウアーってすごい人気があったバンドなので、でまあ一緒に行ったんです。で私はちょうど新見さんがまあサウンドチェックのためにこういろいろやってたんですよね。で私はもうこのまさにこの真後ろに真後ろで見せていただいたんですけど、まあすごかったです。新見さんってまあなんていうんですか、その派手なあんまり余計なことはやらないドラマーなんです。本当に的確なリズムキープをして、まあ言ったらその邪魔しないタイプなんですよね。それがでもすごかったんですよね。そのサウンドチェックの時に、まあ私はその今までバウバウのアルバムを聴いてて、あこの方すごいなとは思ってはいたんですけど、あんまりこう派手なことはやらない。ところがそのサウンドチェックの時にそのドラムソロみたいなのをやっていただいたんですけど、まあすごいんですよ本当に。あまあ大変失礼な話なんですけど、いやこの方こんなのできるんだなっていうぐらいもうびっくりしちゃって、それとそのシンバルの叩き方にしてもタムの叩き方にしても早いです。そのスナップのこのバシーンというこうなんていうんですか、もう空手もうボクシングでいうかバーッとこうやるような感じなんですよね。バッすごい速いスピード でバスドラもまあすごいんです。なんであんな細いのに私の半分ぐらいしかない、本当にもう半分ぐらいの方なんですけど、まあすごいですよ音が。まあ私あれ見てからなおより一層新見さんが好きになっちゃって、まあ、ひとみ元気さんとかともその当時は佐野さん、ベースが佐野金次さんです。あとボーカルがひとみさんで、山本恭嗣さんに厚見礼さん、そして新見さんっていう5人のメンバーで、写真ももちろん全員で撮らせて、なくなっちゃったんですよね。あればもう今ここ YouTube にアップしたいんですけど、友達がでも確か友達が持ってるようなことを前ちょっと LINE で話したので、まあもう一回送ってもらおうかなと思って、まあそういうわけです。私がなぜこのセットにこだわるかというと、やっぱり、まあ、今でももちろん好きですけど、その当時大好きだった、新見さんとラウドネスの樋口さんの影響はかなり受けてます。まあ、今後も崩さないです。このセットでやる分には、今流行りのね、タムを真っ平らにしてとかっていうのはもうないです。これ私も60歳になっても70歳になってもドラム叩いてる以上、このセットでやる分にはもうこのセットでいきます。まあ、このセットが大好きなので、もう自己満足です。はっきり言ってこんなの自己満足なので、もう自分のやりたいようにやるということで、もう一つ、まあ、動画でも
参加してますけど、ゴールドの古いセットが、あれはまあどちらかというと、まあ、今よりって、まあ、あれも結局たまたまがガーッとこう角度がついてるので、まあ、今よりではないですけど、まあ、あっちはあっちでたまに水平にしてね、今風にやろうかなとは思ったりもしてますけど、まあ、このセットについてはもうこれで突き通すということで、ということで今後ともどうぞご視聴よろしくお願いいたします。エイボンシーライダーでございました。それではさよなら。